栗橋城は、下宇佐国葛鹿郡にあった小学坊ゆかりの日本の城。現在は、茨城県佐島郡五花町元栗橋地内、方、仙寺の西から南西に位置する。五花城指定史跡。室町時代あるいは、戦国時代に小学坊家重心、野田市の居城になって、小賀城の市城網を形成した。野田氏は、鎌倉久保を方向就活。 小賀城の城主だったが、京徳四年、第五代鎌倉久保、足利重氏が小賀城に移り座した後、自身は栗橋城に移って、小賀久保となった重氏を支え続けた。しかし a 六年間、城主が野田慶藩の時に、後北条氏により城は接収され、a 六4年、宝城氏るが栗橋城に入城した可能性が高いとされる。その後は、 テラシュ氏の北関東攻略の拠点となっている。この時の田氏は、北条氏の参下に組み入れられたと考えられる。栗橋城は、小学坊の小賀城、および、久保重心、柳田氏の関屋土城、水海城と同様に河川沿いに立地しており、北大道とも接続した水陸交通の要衝だった。さらに、この城の位置は中世関東の二大河川水系連結点でもあった。 二大河川とは、日立川水系、及び、旧曽根川、渡良瀬川水系で、当時の日立川は、現在の曽根川下流域、霞ヶ浦、北浦、太平洋につながり、旧曽根川、渡良瀬川は、現在の東京湾につながって、両水系は、独立していた。この二大河川水系の連結のため、旧曽根川、渡良瀬川に接する古川と、元栗橋、及び、 日立川に接する、水海と石宿にて荷物を積み替えて、両方の港津間を陸送するルートが用いられたと考えられており、栗橋城はこの水陸交通網の一端を担っていた。天正18年、豊臣秀吉の小田原征伐後に、徳川家康の家臣、小笠原秀政が、小川藩に入部した際には、小川城修復の間、秀政は本城を居城としたが、 修復が終わり小賀城に移った後は、廃城となった。栗橋城外略図江戸時代に赤松宗丹が表した、地市、利川津市の巻にに、小賀城旧市として、この城が紹介されている。江戸時代初期に、権ン堂川を掘ったため、城石が分断されたとしている。城石の内ちンゲン川東岸には、本城、江木キは、七曲りなどが記されており、 七曲り内側の近くに、あたごは神や八渡社があるとも紹介されている。近年、白地区基範にある、栗橋上図と、現地調査の結果から、後方上市時代の詳細な構造が推定されている。上域は、東西300メートル、南北500メートルにわたり、11のクルワから構成された。外角は、第1から第4クルワ、内角は、 第5から第11クルワであった。特に第6、7、9、10の4つのクルワが中枢部である。第7クルワが本丸と考えられているが、これは利根川ワ寿司とも矛盾しない。利根川ワ寿司にあるえのきクルワは第5クルワである。本調査結果では、上域は権ンゲ側東岸岩にのみ展開し、利根川ワ寿司の記述と異なって西岩は含まれなかったと考えられている。 東部の遺構が、比較的状態が良く、五日町、法仙寺裏手、西側から、西北側には、利根川寿司で、七曲りと称せられた堀跡が現存。法仙寺南側の民家周辺にも堀跡が残る。各には、土塁も残る。一方、内閣など中心部は、高地や民家に変わっている。利根川寿司によれば、城石は、 五カ町元栗橋と埼玉県久喜市栗橋にまたがり、川によって二つに分かれているが、現在、権ン堂川西岸の埼玉県側以降は、壊滅状態で確認できない。前日の通り、西岸に、上域は展開していなかったとする見解もある。栗橋城市五カ町公式 HP、佐藤博信、宝城宇治テル文書の再検討、宇治テル研究のために、黒田元木。 古学ト法上司7789ページ、ABCD 茨城城郭研究会編、図説茨城の城郭百185ページ AB、総和調子通信編511から523ページ、赤松総担長、柳田国を皇帝、利根川寿司、岩波書店、1938年、88から93ページ、ABC 伊礼正雄、栗橋城の歴史と構造、 ありがとうございます。